はいどうも、妖怪をチップニップに今回もやっていきます。なんかねこのステージも周回してる人減っちゃったね。今回はね、いよいよ、まあ、明日おそらくね冬にゃん追加ということで冬ドレッドね。私ね特攻が3赤まるでゼロなんだよね。ヒモジーにもカンチにも、あでも特攻済みだとあれかミッチーだけいんのか。うん、まあゼロで、まあ明日のね冬にゃんにかけるしかないってとこなんだけど、まあそういう状況なんでね元気ドリンク集めしてて、また結構ね集まったんでちょっとそれのね報告しようかなと思います。まあ7日目なんで6日間で、まあちょっと5日目6日目はねかなり停滞したんだけど、それでもねうん、まあ1日1個ずつぐらいかな、まあ、落ちてるって感じかな。うん、なんで今回はまあコラボ並みにドロップなんじゃないかな。ちょっと陰率がね休日だけどかなり低くて、このイベント興味薄いのかもって感じ。20個ねになりましたね、メイヤかね。まあ10個交換やログインボーナスかで10個ドロップって感じですね。ちょっと後でね他のアカウントも紹介して終わろうと思うんですけど、一応なんかお知らせがいくつか来てて、まあ、キュビンフットがね、今日土曜日までです。あとは課金の年齢認証が変わったのかな。うん。まあ、俺はあんま関係ないかな。で、あとは特殊能力効果アップ中。キュビンフットやっぱ来ましたね。土日来たんで、うん。持ってる人はね、今日がチャンスだって感じですよね。かなり違いますね。うん、まあイメージ的に10万が15万になるぐらいな 1.5 倍ぐらいなる感じなんでね、ここでクリアで、ここで来ちゃうとどうなんだろう、最終日もしかしたら来ないかもしんないね。うん、まあここで来たってことはなんかやっぱりイベントがなんかちょっと停滞してんのかな分かんないのと、あとねこれがね地味にね助かるんだよね。あの倒してもさ感知が出てこないと本当がっかり感すごいから、あのなんちゃらの間のアップは許せんけどこのね感知アップはねこれは重要だよね気まぐれゲートのあれあれだけどね。なのでちょっとぜひともね明日、まあ QB は出ないと思うけど、この感知が出現しやすい時にねなるべくクリアしときたいなっていうのはあるかな。まあやっぱちょっと Y ポイントがね稼ぎづらいからね、うん、なかなかあれですね。私も次の冬には引けるように、まあ一応ミッションもあるし、明日のログインボーナスが確かね、日曜日のログインボーナス100ポイントかまあ500じゃないけど、まあまあ気持ち入ってくるんでね、はい、3赤ね10連ずつは回せるのかなと思ってます。イモチワトソンも優勝回数52回になっちゃってね、うん、だけどとにかく特攻がないとって感じで、あ雪女持ってないんだ。とにかくキュビンフットね持ってる人は今日ガンガンクリアしちゃっていいね。今日行ける人は本当12ねエンブレムまで楽勝に行けちゃうのかなと。本当にねびっくりするぐらい特攻強くて、多分カンストできるんだよね99999ってね。うん、なんでいいのかなと思います。まあただね、私もヒモジーに勝った回数、まあ45かな、45ぐらいを超えると本当にね、ヒモジーでもね、ある程度、最初にドロップの案件いくつか突っ込んでると思うんですけど、うん、ゲットできるんで、ぜひね、お助け、もうね、お助けする人もなんかあんまいないよね、本当にね。で、まあいつも言ってるんですが、もうヒットポイントがね2万って高いんで、まあマックスだとね、うん、だから私なんか本当特攻本当に全然ないんでね、今後でも本当なんか特攻積み上げないとマジで感知出すだけでも大変だなっていう感じがあって、ちょっとねあれなんですが、まあ3赤は厳しいのかな、次で冬ドレッドがどっかで引っかかんないと。はい、まあただね、あんま諦めずにゆっくりっていうか、まあやれることをやるしかないなっていう
感じですね。まあただね、やっぱり倒してもらうと結構落ちたりして、もう45超えるとね、年齢じゃなくてね、ワトソン、ひもじいワトソンが45を超えてくると、うん、本当にサブアカとか自分のサブアカ同士の助けでも余裕で落ちるの で、あとヒットポイント高いんでね、本当にずっと言ってる一つのアカウント、自分のね、サブアカ一人のフレンドさんと友達になってトリプルアタックしてね、倒して、うん、3赤のうちね、1赤でも落ちたらラッキーぐらいな感じでね、お助けするといいのかなと思います。まだただ私のね、今トリプルアタックね、ほんと弱いんだよね。ひもじでは7000ぐらいしかないかな、火力が3赤で特攻なしだから。でこっちはミッチーがいるから3000ずつあって9000ぐらいの火力か、あのお助けパワーの一番あの刻む方ね、うん、なんでね、ミッチの方3000、4000ぐらいだからな、6倍しても、まあ、2万いかないぐらいの火力だからね、正直特攻なしとあんま変わんないんでね、はい、なんとかね明日運よく冬にゃん、もしくは別に空気を読まずにキュービーがねでも構わないと思うんですけど、はい、明日ガシャ頑張りたいなと思ってます。はい、じゃあ2番目のアカウントちょっと進捗ねお見せしましょう。かなりでもねえか、まあ全アカウント10個以上2桁ドロップになったと思うんで、ちょっとねお見せしたいと思います。はい、3赤使ったね、無課金攻略、これ2番目のアカウントで、これも特攻はミッチーだけ、ワトソン52回の5回で、元気ドリンクは20個、このアカウントも10個ドロップだね。10個13個だったかな今のところ。今回でも本当ロビンフッドあったりホームズあったり何なんだろうって感じで、1個、2個だ、本当1日2個ぐらいだね、あ1日1個ずつぐらいだね本当に。まあでもかなり助ける人がねいなくてこの結果なんで、まあまあなんじゃないかな、うん、はい、というわけで22個でね12個ドロップになってます。特攻は残念ながらないでござる、ミッチしかね。はい、じゃあ3番目いきましょう。はい、これ3番目のアカウントで、これが3005しかワイポイントないんで、このアカウントちょっとピンチだな。これも53回、みんな同じぐらいだね、本当に同じように進んで、基本的にねお助けやっていなければ自分のを進めるみたいな感じで進めてきてんだけど、このアカウントは23個ありますね、素晴らしい。でも特攻なしなんだよね本当に。でもね今回お助けすると必殺の秘伝書のミニがねもらえたり割とするんで、1個、まあそこだけが救いかな。2個、そうで今回はね結構まんべんなく1アカウントだけズバーンってのが、まあこのアカウントめっちゃ落ちてるか、うん、だけどまんべんなくね3赤2桁ドロップになったんでという感じですね。あでもこのアカウント抜けてんな、3個目、何なんだろうね、よくわかんないんだよな。お助けってまあメイン2番目3番目みたいな風にやっていくから、だからなのかな、3番目にお助けだととどめになりやすいか、うん、やっぱとどめいいのかな、トリプルアタックで確かに3番目がとどめになりやすいんだよね。26個16個ドロップで、昔ねこれがね40個持ちになったことあるんですよ。だからまあ30個ドロップ1アカウント、その時に40個あると特攻なしでも9までは倒せました、うん、前はね10とか11、12倒さなくてよかった、前10まで行ったんだっけな、特攻なしでも40個あるといけたのかな、うん、でも26個もかなりいいですね。10個12個16個だから何個ドロップだ、38個ドロップかな、うん、なんでもうすぐ40に行くのでいいんじゃないでしょうか、はいもうちょっとね、多分本当にね自分のアカウントの助け同士でしかほとんど今落ちてない気がするので、うん、なんかね多分タイミングさえ合えば、あとはね特攻ちょっとでも積み上げてね火力が少しずつ上がっていけば倒せる
あれもね増えてきますので、ちょっとこのアカウント厳しいな、下のガシャね。なんとか1500も貯まるかしら。ちゃんとこのデイリーミッションもクリアして頑張ろうかね。はい、これでデイリーミッションがさ10、20でしょ、30、50ポイントしかもらえないんだもんねそりゃないよって感じだけど、はい、もうあとはこれで明日冬ドレッドで外したらもうラストチャンスしかなくて、ラストチャンスは多分ね、前回最終日だったからね、最終日になっちゃう可能性もあるんだよね。で最終日になると多分クリアする時間が、だって6、7、8、9、10、11、12を最終日だけクリアするって回復にだって4時間かかるでしょ、フルパワーってだからちょっと物理的に無理になってきちゃうんで、本当に私は明日正念場かなというね。うん、明日、うん、ちょっとやっぱプニットショット Y ポイントがね1回で50ポイントしか稼げないから、やっぱりちょっとそこがきついかな。これがね、だから 5回打てて250ポイントでしょ。でそれで 4フルパワーをまあ1日4回できたとして、1日1000ポイントしか稼げないのか。うん、でもお助けとかもあるから、まあ800ぐらいになるのかねという感じで、800、750とかなのかな、こんな感じだからね。ちょっとこのアカウントはミッションをクリアしないと。でもすごいな、よく考えたら1日1000ポイントいくんか。うん、なんかね、お助けがなければそんぐらいいくって感じなのかな。はい、という感じでミッションもねうまくやって、明日250と、明日ログインボーナス100あるからね、550なんとかかき集めてね頑張りたいと思います。皆さんね、今回はどうしますかね。もうミッチー周回でも最悪ねいいのかなと思います。3赤全部周回できるんでね。はい、じゃあ今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、明日頑張ります。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。明日だな。